12月18日月曜日の東京株式市場、反落の動きとなりました。まず日経平均、先週金曜日の終値に比べて349円80銭安い 32,620 円75銭で前場の取引を終わっています。トピックスも 30.68 ポイント値下がり 2301.60、 主要指数揃って、反落の動きとなりました。先週金曜日のニューヨーク市場はダウ平均、そしてナスダック総合指数がともにプラスという形で戻ってきました。ニューヨーク市場はダウ平均が史上最高値を連続して更新するという堅調な展開だったわけですが、東京市場にとりましては週明け本日と明日2日間にわたって日銀が金融政策決定会合を予定しています。それによって大幅な金融政策の転換があるかもしれない、あるいは先行きの金融政策転換に向けたアナウンスメント的なメッセージがマーケットに向けて発せられるかもしれないといったことで、なかなか決定会合を見ない限り動けないという、そんな雰囲気に包まれています。なおかつ年末のこの時期、節税絡みの売り、あるいはポジション調整の売りが出やすい時期でもありますので、決定会合を前にそうした売り物が前倒し的に出てくるということでしょうか。日経平均は寄り付きからマイナスでのスタート、なおかつ下値を探るような動きとなりました。安値は 32,541 円、3万2000円台の真ん中辺で、下が踏みとどまるという、そんな状況ですので、さらに一段下値を叩くような雰囲気ではありませんでしたが、前提として買い見送り気分が強く、なかなか新規の買いを誘いにくいという、そんな状況になっていました。中で物色されたのは材料が出ているもの、決算発表等々で新規の材料が出た銘柄というところに終始しています。先週金曜日の大引け後に23年10月期の決算発表を行いました旅行大手の HIS の株価が急伸していました。その決算は4期ぶりの営業黒字転換、そして今期につきましても営業利益は6倍の急回復を見込むという変化率に富んだ業績予想を発表したことで、なおかつ今24年10月期には久々の復配、10円復配も発表しているということで、足元の収益状況の変化が印象付けられる決算発表、そして今期の業績計画ということで買い物が集まり、商いも急増しています。一方で、年末らしい整理売りが続いているようで、プライム市場全体で、新安値銘柄は50となっていました。新高値銘柄が13ですから、明らかに新安値銘柄の方が多くなっているというのがこの日の状況です。ヤクルトが年初来安値を連続更新という動きになったほか、森永乳業、武田薬品、アステラス製薬、ホンダ、あるいは古川電工といった主力どころの銘柄で年初来の安値を更新する、小口の売り物が続いた形で年初来安値を更新するという銘柄がかなり幅広く出ています。以上、東証アローズスタジオから12月18日前場の概況をお送りいたしました。